いいの方はですね、愛知王者さんから頂きました、えー、韓国プロ野球に関してということなんですが中日や近鉄などで活躍後現在韓国プロ野球 SKY バーンズで活躍されている門倉健投手のブログをよく訪問するのですが韓国のプロ野球界のことや韓国の文化習慣のことを知ることができ非常に楽しいブログです。サッッカカーーのののワールドププが終わった後、韓国のプロ野球の話題を限界などに立つ虹で紹介される時 門倉投手の韓国での活躍なども詳しく紹介してくださいということでありがとうございいますいやー僕はねプロ野球あまり関心がないもんで、うん、知らなかったんですがワールドカップでね、はい、プロ野球の観客がぐっと減るんじゃないかと心配なかったらそうなんですよ。だけどなんか300万人を超えたとかそそ、はい、そうそうそう、うん、ニュースが順調にプロ野球はね人気持ってます、うん、大丈夫ですそれとプロ野球で外人選手いるのは知ってたんですが。うん 日本人選手いたんですね。二人もいるんです、えーまあ。S.K. と L.G. にいるんですけども、加藤クラス投手、はい。そしてそれでも投手なんですよね。そうです。L.G. の岡本投手。そうですそうです。で意外とみんな頑張ってる。そうです。うん、はい。でその S.K. の加藤ク選手のそのプログ、私も見に行ってきました早速。はい、えー、すごいですよ。結構ね忙しいのにね更新されてるんですよご本人。えーえー、日曜日に更新された内容をちょっとご紹介しますと。 地方球場での試合とあってお客さんがたくさん入ってくれました SK の応援団もわざわざインチョンからバスで来てくれたんですよあの地方の長野堂の方であったんですけどね試合がねはい、はい、今日は5回までしっかり投げることができましたストレートとフォークが両コーナー低めに集まり打者を抑え込むことができました打線もしっかり援護してくれて2006年以来の2桁勝利を手にしました ということで先発投手として10勝目を挙げたということなんですねはい、はい、で、そうそう皆さんに報告ですオールスター出場が決まりました15年目で初めての出場なのでとても嬉しいですプロに入ってから目標にしていたので達成できほっとしましたしかも韓国では外国人登録の日本人選手でオールスター戦に出場するのは僕が初めてとのことです。それも嬉しいです今月の24日にテ e で開催されます この日だけは思いっきり野球を楽しんできます MVP 取れたらいいなって書いてらっしゃるんですけどねいやだけどこの先発投手で10勝は最低のノルマだ 書いてますが、はい、やっぱりこの先発投手っていうのもそれなりにスストレスがあるわけですよ、はい、そそうですすよよ、ね、そうね、ん、門倉投手、ですね実はですね先月には一時休んだことがありまして、うん、6月23日に義理の弟さんが亡くなったということで一,度一時、日本に帰国してらしたんですね、うん、それで韓国に戻って最初の登板の7月1日に9勝目を挙げましてそして17日に10勝目を挙げたということでございます。はあまあ、いずれにしましまても門倉 オールスターでねまたなんかいい記録を出してくれるといいですね。でもう1人 LG の岡本選手岡本手のですも19日にですね昨日ですね見事12セーブ目を救援投手でいらっしゃいまして12セーブ目を挙げたということでございましてこちらも頑張ってるということで2人の活躍する様子ですねこれからもちょっとご紹介していきましょう。